私の過去を覗いてみる？君、すごいものを閉じ込めているみたいね。うわ、何なんだてめえは。どっから出てきやがった。このまま大人になっちゃうと君は君でなくなっちゃうみたいよ。余計なこと言ってんじゃねえ。これでお使い一つ完了です。それにしてもお師匠の言葉何でしたっけ。あ、思い出した。運命を変えることはできない、だが抗う者を愚かとは呼ぶまい。諦めるのは墓に入ってからでも遅くはないのだから。でしたね。いいお師匠。おっと、それよりお使いお使いっと。ん？なんと？だからね、仙人様、お師匠がこう伝えてくれって。悪しき力、もはや一つの肉体に収まらず、その強大さゆえ、それからなんだっけ。ふん、またも世界に未知つあるこの力のことじゃな。無論気づいておるよ。そして良くも悪くもその力に惹かれ、呼び合うように宿命の者たちが動き出しておる。そうそう、それです。それで宿命の戦いの行く末を注意深く見届けなければって。それを伝えに来てくれたわけか。はい、関わりある人たちにお師匠の言葉を伝えているのです。よし、お使い終わり。あとはお師匠の元に戻って。あの力感じます。さっきの男の子みたいなのが他にもいるようです。ついでなので、この人にもお師匠の言葉を伝えておいてあげましょう。力の反応はこの先ですね。あら？お、なんだ？敵？侵入者！女だ！女だ！俺が！
お前が邪魔ばっかりして、せっかくお師匠の言葉を教えに来てあげたのに。もういいです、言っといてくださいね。この力、このままだと大変なことになっちゃいますよって伝えましたからね。言っといてくださいよ。なんだ、占い、ベガ様のこと。ベガ様を占ったのか。おお、占い師が。運命には逆らえんか。面白い。逆らえぬ者にこそ抗い、覆すこと、それが力と種類。